無理しない程度です。はい、無理しない程度で、はい、いきます。司会はサッシャでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。イオネットガーミンブーストークショーでございます。よろしかったらお集まりください。はい、このね、H510J、さらにですねベクター J というまた新たな、ものがあるんですけれども、これも合わせて、お話を、していきたいと思います。それではお呼びいたしましょう。福島新選手、そして内間航平選手、さらに、大西メカニック、3名に登場していただきましょう。チーム日報デローザからどうぞ。よろしくお願いします。さあということでございまして、日報デローザの福島新一です。今年で42歳なんですけれども、まあ、引退を決めまして、今後ですねまた指導者の方頑張ってきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は選手です。今日は絶対負けるんです。この後勝負がありますので楽しみにしてください。はい、そして、ここのところ1勝0敗、はい、ということになっておりますけれども、今日はね果たして、どうなんでしょう。内間選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介。チーム一歩デローザの内間航平です。今日は皆さん集まってくれてありがとうございます。短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。そして大西メカニック、自己紹介お願いします。はい、チームのメカニックをしている大西です。普段はイタリアの、日本のイタリアでの活動をサポートしているので普段国内にあまりいません。ちょっとレアなキャラクターですね。そうですね、はい、あとイタリア語ばかり喋ってる日本語はちょっとつたないですけどね。そんなことはないです。嘘です。よろしくお願いいたします。じゃあお座りください。はい、はい、さて、ということでまずはですね、ご紹介の前にチーム日報を、サポートしている、日報という会社ですね、株式会社日報というところの説明からいきたいと思うんですけれども、道路アスファルトなんかの、工事業務の全般をしている会社なんですが、例えば鈴鹿サーキットとか茂木サーキットの、施工をやっていたりとか、今ではですね例えばその道路だけじゃなくてテニスコートを日本で一番作っている会社はこの日報だったり、あとゴルフ場、陸上競技などスポーツ施設の施工もしているという会社で、実はとっても私たちも日頃からお世話になっているという会社でもあるんですね。で、1985年に発足してサポートし続けているというチームがこのチーム日報デローザという形になるわけですが、 UCI コンチネンタルチームとして国内外で活動をしています。で、チーム日報にガーミンの GPS サイクルコンピューターを、販売していますこのイオネットが、テクニカルサポートをしているということで、まあ、そんなつながりもあって今回、この皆さんに、登場していただいているんですけれども、サイクルコンピューター GPS のサイクルコンピューター H510J、 そしてパワーセンサー内蔵ペダルのベクター J、 これはね、これから発売ということでぜひ、注目していただいて、よかったら気になったらですね発売と同時に買っていただきたいなという、おすすめのものなんですが、これをご紹介していきたいと思います。ではまずはですね、まあ、両方まとめて説明するとちょっと難しくなっちゃうと思うんで、どっちかというとおなじみであろう 510J から話を福島さん、はい、していきたいと思うんですが、まあ、今年発売ということですから最初は 500J を使っていて 510J に変わったと思うんですが、はい、どんなサイクルコンピューターなんでしょうか。そうですね、まあ、画面が大きくなりましてすごい、いろんな表示をですね、できるようになりまして、まあ、あとは走っては自分の場所とかそういうのもですねちょっとポジション出せたり、あとはそうですね、いろいろすごい機能が増えましたね。はい、トレーニングの時とレースの時だとちょっと使い方が違うかもしれないんですけど、はい、福島さんまずトレーニングの時はどんな風にこのサイクルコンピューターを使ってるんでしょうか。そうですね、まあ、心拍をですね、まあ、見ながらですね、あとは、まあ、勾配に応じてですね負荷を、まあ、大体こう練習で終わった後にね、まあ、出せるんですけれども、それでまあどういう自分の K レースがどうだったのかなとか、あと心拍がどうだったのか見出しながら、まあ、あとはそうですねコースをが後で自分で通ったコースが見れるんで、まあ、そのコースを後で見てこう、ね、高低差がどれくらいあったのかとか、あとはまあ、ここをまたこういうふうにねこういうコースがあったらいいなとか、他のデータと比べて、まあ、自分がこういう、ね、世界選手権とかああいうのと比べて、まあ、同じようなコースがどこにあるのかなとか、そういうのも探して、それをデータで裏付けられるんで、なかなか面白かったです。はい、なるほどね。はい、内間選手は510J は使って、はい、感想はどうですか。そうですね、まずその 510J の前に僕がガーミンを使わさせてもらったのは去年からなんですが、このガーミンの一番いいところだと思うのが、やっぱり衛星からこの受信してスピードメーター、スピードや自分の居場所を特定できるので、ここに
車輪につけるバグネット、はい、これ結構なくなったりするんですよね。なくなる、はい、あとずれて急にね反応しなくなっちゃったりとか、ね、スピードが反応しなくなったりする時、そういう時はそなくなったりそうずれたりする時があってもこのガーミンの H500、510だとかいった、まあ、サイクルコンピューターはあのスピードも表示させてくれるのですごいいいですね、まあ、そしてこのガーミン510、まあ、何よりもタッチパネルになったことであの操作がしやすくてあの、まあ、普通のスマホとかと違ってあの手袋をした状態でも使えるのですごく嬉しいですね、まあ、これからの冬の時期とかいいですよね。そうですね、はい、あのスペアとホイールをね、はい、使った時とかもね、そうですね、レース中にホイール交換とかしたりすると、はい、そうか、はい、なるほどね、はい、マグネットなくなっちゃってなんか出なくなったりするんですけれども、これだとそういうのが出るんで、なるほど、はい、ちなみに内村選手はどんなような表示をトレーニング中してるんですか。そうですね、トレーニングの時は、まあ、自分の体を痛めどれぐらい痛めつけているかっていうのが分かるように、あの心拍数やあの、まあ、パワー、そういうのをメインに表示させて、あと、まあ、レースの時はそういったものはあの見たくないので、どれぐらいきついかっていうのは逆に、はい、そういうのをあのなくして、まあ、スピードと時間と、はい、あと距離というふうに表示させています。これね、いろんなあの項目が表示できるんですけど、内村、はい、選手の場合はどういう項目を練習中は表示するんですか。まあ、そうですね、先ほども言ったように、まあ、心拍数やパワー、あと消費カロリー、まあ、あと獲得標高、まあ、これはあの結構あの自己満なんですけど、どれくらい登ったかっていうのも表示できるのが嬉しいですね。これでもそんなの1画面に全部やったらこんなちっちゃくて何言ってるか分かんないですけど、どうやってこう表示を見るんですか。まあ、そうですね、一画面にそれをまとめてしまうとすごいいっぱいあって見づらいと思うんですけど、この画面のサイクルコンピューターはページごとにまた設定できるので、僕は ね、はい、ね、そうですね、あの4ページぐらいに分けて僕は使用しています。はい、なのでそれもちょっとこっち見てこっち見たりとかではこう、まあ、交換ができると、はい、ページの交換ができるということですね。で、大西メカニックは普段イタリアにいるんですけど、実は皆さんのデータの取りまとめ役でもあるんですよね、はい、そうですね、日本であるレース、イタリアであるレース走った後にデータをまとめて、はい、ガーミンコネクト、インターネット上のガーミンのサービスですね、これにアップロードしてみんなで共有できるようにしています。はい、その大西さんから見て、まあ、500J も使ってきて、もともと去年お話した時も 500J すごく気に入ってましたけど、はい、510J になってどうですか、余計にどんなところがいいですか。もう一つあの2人が言わなかった新しい機能で、スマートフォン皆さん持ってると思うんですが、これの Bluetooth の機能を使って、ガーミンの本体と、スマートフォンを連動させることによって常にインターネットにつなげられるようになります。はい、はい、つまりスマホのインターネット機能を使って、はい、Bluetooth で常につながっていると。そうですね、そうすることによって何ができるんですか。はい、GPS で拾った自分の居場所をですね、リアルタイムでインターネットでみんなに共有することができます。はい、ということは今ここにいるっていうのは全部わかるわけですね。そうですね、あの練習サボっていたり一生懸命やってるっていうのも全部わかるようになりますね。まあ、それはプロ選手の場合で日頃じゃあこの機能って、はい、例えば練習の時とか一般の時にはどういう使い方をすると便利なんですか。そうですね、例えると、例えば新選手がライブトラッキング機能っていうんですが、これを使用して内間選手が、合流したり、することができますね。なるほど、はい、じゃあ例えばみんなで荒川集合しようとかっていう時に、はい、同じこうつながってれば今あそこにいるなと、はい、じゃあこの辺に集合しようとか、そういうことができるわけです ね、 そうですね、家が一番遠い人がやるのがいいですね。まあでも違う方向から来てもできるということですね。みんなが集まってくる。なるほどね、そういう機能も使えると。あとスマホでそのままアップができるので、はい、ね、今までは PC に繋がなくちゃいけなかったんですよね、はい、例えばもう帰ってきてパソコンにキュッっていうのが、はい、USB で繋いでっていう感じですよね。画面でそのスポーツの、終了ボタンをポンと押すだけで、もうすでにインターネット上にリアルタイムでアップされる形になります。はい、だから例えば練習の途中でも上げることができるし、はい、雨に濡れて寒い時とかに一生懸命こうパソコンに繋いだりとかしなくても、もうポンと押すだけで、あとは自分で温かいシャワーとか浴びてるうちにもう誰かが 外から見ることができる。なるほど、ね、あとね、旅行中もいいですよね。例えば、はいはい、パソコン持ってく必要はないわけでしょ。そうですね、はい、例えば輪行で行ったりとか携帯電話さえあればいいので、例えばなんか分かんないけど島並海道旅行で輪行で行きたいなと思ったら輪行持ってって、はい、繋いでそのまま振っていけば、パソコンとかを持っていかなくてもスマホで
で1台あれば、自分の奇跡をそのままそこでアップできると、はいね、これここ走ったんだぜ走ってるんだぜっていうのをもうすぐにみんなに見せることができるんで、しまなみライブトラッキングみたいな、はい、そうですね、はい、面白いですね、ね、いいことですね。内間さんどうですか、こういうそのライブトラッキング機能っていうのもね。まあそうですね、僕らとしては管理されるのにすごく嫌なものなんですけどまあでもあの今思いついたんですけど、一般の方、まあ、集合するときにもいいと思いますけど、まあ、みんなグループで固まって走るときがあるじゃないですか、週末のライドとかで、はいはい、そのときにやっぱどうしても速い人遅い人で分かれるときがあると思うんですけど、そういうときに速い人が先に先行してついて、後ろの人がどれくらい後ろにいるのかなっていうのを確認するツールとしてもすごいいいと思います。なるほど、特に上りとかで差が出ますからね。そうですね、はい、置いてかれたときもいいですよね。はい、そうですね、どこに行ったのか、俺、待ってないって言って横見たら、ああなんだもう帰ってるわみたいな、家ついてるわみたいな、ね、そうですね、置いてかれたんだみたいな、はい、悲しくなりますね。そうか、でもね、はい、福島選手ね、はい、スマホでアップできるのは便利ですね、その都度ポンポンポンと。そうですね、なかなか本当すごいあの可能性がありますし、やっぱりあのテーブラにね手軽に行けるんで、はい、すごい使えますよね、はい、あそこいらないってのはやっぱ最高ですね、はい、だって、はいね、旅行行くときにパソコン持ってったらまたその分重くなるわけで、はい、それが必要ないっていうことですから、まあ、すごく利便性も高いというふうに思いますが、そして、ベクター J、これも気になりますが、これはまあここに今、ね、ついてますけども、これは大西さんどういうものなんですか。はいはい、従来出力計というとクラッグのここいや後ろのハブですね、ここにセンサーをつけて測っているものが多かったんですが、これだと実際にそのトータルで出ている出力しか測ることができませんでした。このベクターはですね、左右に独立してセンサーが入っているので、はい、左右の、力の差を表示することができます。このペダルがここにあって、はい、ここに何かついてますか、これですね、はい、ここ一応電池が入っていてすぐに交換できるようなタイプで、はい、左右に一つずつですね入っています。はい、なので左右でこれでバランスを見るんですか。はい、はい、まあ、踏み込みの強さの差ですね、はい、なるほど。それが分かると福島さん何が、はい、いいんですか、この左右のバランス。そうですね、やっぱりあの僕も選手生活長い間やってて、あのやっぱり前半は最初の頃はですね、結構まあサドル右にちょっと曲がっている方がいいとか、クリートも左側がちょっと前の方がいいとか、なんかいろいろやってたんですけれども、まあ、後輩になってからやっぱりまっすぐ自転車乗らなきゃいけないっていうのは常にあの心がけてまして、であのやっぱりもうクリートももう左右対称、サドルもまっすぐ、できればまあハンドルもですね、まあ、ステムもまっすぐに、はい、でも僕分かんないですよね、自分ステムがまっすぐなってるかどうか分かんないんですよ、はい、なんでちょっとメカニック見てもこれまっすぐになってるみたいな、結構なんか自分の平行感覚に自信がないとか、ね、俺が曲がってるみたいな、あのそういう、まあ、そういうで置いといて、あの、まあ、そういうまっすぐ乗ることを心がけてですね、うん、心もまっすぐですね、心もまっすぐ、はいはい、やるのを心がけているから、まあちょっとはい、長い間選手生活ができたのかなと思ってるんですけども、曲がったままだったらここまでできなかったかもしれない、こういうこと言うこと自体が曲がってるかもしれない、まあ、いやすみません、はい、なるほど、つまりこうやっぱりこうバランスよく真ん中、はい、左右対称に乗るっていうことが、はい、あの自転車乗る上では大切なんですね。そうですね、結局、はい、長年やってみて気づいたことというか、そうですね、やっぱり左右対称でやる、できるだけやれるように、はい、心がけるっていうのはいいと思います。大丈夫だと思います、はいはい、内間さんはどう思いますか、この左右対称そのバランスに関して。そうですね、僕もあの、まあ、このベクターを使う前から僕自身であの左の方が踏み込み強いなと感じてたわけなんですけど、まあ、それでこの画面ベクターをつけて、まあ、実際にこうやって数値として見ることができて、やっぱり左の方が踏み込みが強いというのを確認できて、まあ、これからあの、改善していけるようにあの、はい、表示してくれるツールですごいいいと思って、まあ、あと、まあ、ローラーに皆さん乗る際に、まあ、この機能はすごい役立つと思います。見ながらあのローラーだとね、やっぱあの普通に走る場合は画面を見すぎてしまうとあの危ないので、ローラーとかでもうじっくり見てほしいと思ってます。そこで調整して本当にバランスいい走りは何なのかっていうのが分かると。そうですね、はい、でこれがだからベクターからここにつながってて、ここに数値がパーセンテージが出るんですけど、見ることができるということなんですね。で先ほどが出てきたこのガーミンコネクトなんですけど、まあ、これを、今はスマホで上げると、まあ、こういうふうに見ることができるんですけど、大西さん、はい、これはどういうふうに見ればいいですか。これはパワーバランスが出てます、ね、これがベクターを使った数値ですね、はい、すごくあの視覚的に分かりやすいように表示するようになってます、はい、パッと見たときって半分より点が上にあるように見えると思うんですが、これ上に点がいってればいってるほど左に寄っている、これ内間さんですね、はい、下にあればあるほど、ね、はい、右に寄っているっていうようになります。これはジャパンカップの時の数字かな。そうですね、はい、ジャパンカップの時のデータなんですけど、やはりもうあの左側にもう結構数字がいってるのが分かると思います、はい、
ね、一番上だと 100% 左で一番下だと 100% 右なわけですけど、はい、まあ、ほとんど真ん中ですけどね、プロ選手ですから。でも若干やはり癖として左に寄ってるということが分かります。その他、大西さん、こういうのデータが来ると、はい、大西さんどういうところをチェックするんですか。そうですね、出力のグラフも見ています。あと、はい、コードとパワーですね、これね、はい、マップも合わせて全体的に見ますね、はい、あ、全体を。そうすると、はい、どんなところに注目してその合わせてみるんですか。はい、このデータで言いますと、コードの、グラフがあって、はい、まあ、周回を回っているのがすぐ分かると思うんですが、はい、これを縦にまあ動かしていて、この出力が高い周回とか、この周でこうレースの展開が動いたなとか、はい、そういうのを見ています。これプレイヤーでやると、はい、実際に動いてるのを見るんですよね。今多分それを見てるんじゃないかと思うんですけど、はい、再生することもできて出るかな。でこの地図に表示している赤い線です、ね、これがすごく精度が高くなりましたね。そうですね、はい、GPS の精度がどんどん上がって本当にズレがより少なくなってきました。さあ、これがだから今パワーとコードを見てるわけですね。毎回上がってるところが、あれですね、小賀市林道でちょっと上がってるのが鶴カントリークラブだと思うんですけど、で、これ内間さん、パワーが上がってるところはこれ見ると小賀市林道降りたところとか、まあ、下りの後とかがパワーが高いですね。そうですね、まあ このグラフ見て一番注目してほしいのが、まあ、この最初のスタートしてからすぐの、はい、小賀市林道なんですけども、はい、ここで僕 のチームオーダーとして逃げに入ることっていうのが、はい、出てたので、まあ、その逃げに乗るために僕この小賀市林道を本当に気合い入れて登ったんですけど、はい、この見て分かるようにパワーがすごい、まあ、紫の線なんですけど、1000ぐらいまでいってます。そうですね、1000ワットを近くも出して、すごいね、992って出てる、はい、うん、そうですね、その回やって逃げ集団にも入れて、なるほど。でもう1回30キロ過ぎのところでもう1回上がってますね、これね。そうですね、これはちょっと僕自身のまあバイクのメカトラブルでちょっと遅れてしまって、その際にはい、だからその前出力がゼロになって、ね、そうですね、ゼロになって、で、まあ、ここでも本当に追いつく前に追いつくためにもかなり踏んだので、なるほどね、はい、こうやってレースを振り返ることができるわけですね。はい、はあ、でこれをまあスタートすると再生すると、はい、ちょっと今大きくしますかね、ドン、はい、まあ、そのまま再生でもいいんじゃないですか。はい、すると下のこのグラフが動くと、これ今亀モードなんでゆっくりですね、うさぎモードになるとどんどん速くなりますけど、まあ、こういう風に、今ここの時はこうだったんだ、まあ、これはね周回コースなんで自分で走った時は斜めあの辺りを走った時はこうだったんだなっていうのを思い出しながら見ることもできると、まあ、こういうデータを大西さんは見るわけですね、はい、総合的に ね、 そうですね、これ全部気温とかパワーとか全部まとめてみると心拍も見えますしね、一気にで、そこで一時停止すればその時どうだったかなっていうことも分かるということになります。はい、まあ本当に便利な機能なんですけど、これ全部説明していると多分すごく大変だと思うので、はい、これを、まあ、なんていうのかな、視覚的に分かりやすく楽しめるゲームを、実は今日はこのゲームがあります。もう参加されている方もいるかもしれませんが、それを今日は実際に、福島選手と内間選手で対戦していただこうというふうに思っております。で今日午前中はなんと福島選手が勝ちまして1勝0敗と、はい、まあ、昨日ちょっと内間選手実は勝ってますからね。そうですね、昨日勝ったので今日も余裕で勝てるだろうと思ったんですけど、はい、まあ、今の1勝1敗ではあるんですけど、まあ、日本シリーズぐらいタイトになってますが、そこで、ここは決着をつけようと、そうですね、いうことで、はい、まずは福島選手がやって、はいはい、でチャレンジャーとして内間選手が果たして今回勝てるかどうかというのを対戦してみたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。イエイ、はい、でこれが今出てますね。これが今、まあ、ポイントトップ3なんですけど、ちなみに先ほど午前中は、11500点の福島選手対15000点の、内間選手と、すごい高い数字なんですけど、まあ、すごいハイレベルの戦いで福島選手が勝ちました。じゃあちょっと準備していただいて、はい、10秒間、20秒間もう全力で漕いでいただきます。で、これ大事な点が2個あって、1つはパワーが高いこと、ね、ワット数が高いこと、もう1つはこのベクターの機能を使って左右のバランスがいいこと、でその表示が今これになってて、ここに後で点数が出ます。ここに点数が出ます。あ、悪い。でここに、秒数がカウントダウンされます。ここにワット数が出ます。で、ここの左右に数字が出るんですけど、まあ、そこ見なくてもここに、道路みたいなのがあって、これですね、あ、始まっちゃう、あ、まあいいや、今ここないですよね、はい、
あでもアップしててもいい、アップしててもいいですけどね、はいはいはい、で、この今オレンジのラインだとですね、これが 50-50 ちょうど 50%50% でバランスが取れてる状態、右にずれるとこの色が青になってこっちにずれます、左に力が寄りすぎるとこのこっちに行って青になるんですね、だからオレンジをキープしながらこのワット数はなるべく高くして20秒間いくと点数が高いと、当然ながらパワーをこう使えば使うほどですねバランスが崩れますんで、その中でもバランスを保っていかなきゃいけないというゲームで、ぜひ皆様にも後で、6時まで今日会場やってますからチャレンジしていただきたいんですが、はい、じゃあちょっとアップしていただいて OK になったら福島さん教えてくださいね、100点、正確に言うと 11,556 点に、行きました、福島新選手、それでは準備は OK でしょうか、ではスタートしていきましょう、さあ始まりますよ、応援してください、さあどうかな、ちょっと待ってくださいね、今準備してますからね、はい、さあこれでは行きますよ、さあそれではまもなくスタートです、3、2、1スタート、お、フォーマンなんかちょっと右に寄ってる、さあワット数が241、あれ上がんないな、おかしい、あ634、すごい、さあちょっと右に寄ってるぞ、538、ちょっとワットが落ちた、500、592、589、さあちょっとまだ右寄りだ、もうちょっと真ん中に行かないと点が伸びないか、さあ残り1秒、8090、あれ8885、終わりました、終わっちゃいました、しかも水前がサングラスしてる、8885、あれちょっと記録が伸びませんでした、これお、これはチャンスですね、ちょっと真ん中を捉えな、ちょっと右寄ってましたね、ずっと全体的に、そこがちょっと得点が伸びなかったかな、ここがちょっとワット数が落ちましたね、悔しいですね、でもごめんなさい、これ泣きの機会はないんですもう一回勝負なんです、はい、さあ分かりませんよ、でも内間選手もね、そうですね、伸びないかもしれないですから、はい、これは勝てるような気がします、さあバイク交換をしましょう、バイク交換もあっという間にできますからね、もうメカニックの大西さんを使って、おお気をつけてくださいね、大丈夫ですか、はい、後半の方が楽ですね、アップが上げ談話できないんでそうか、なるんですけども、さあこれ8885、これを超えれば内間選手の勝ち、さあ本気です、まあ、ここは当然ながら記録も超えてほしいんですけど、午前中の福島さんの 11,556 もやっぱこれね、福島さんを引退して来シーズンはもう内間選手を期待したいところですから、超えてもらいたいなと思うわけですが、超えるしかないです、超えるしかないですよね、はい、さあ果たして1勝1敗とここまで来てますが、午前中の記録を超えられるか、どうですか、アップもうちょっとしますか、いやもう、もういいの、あ本当、よし、いっちゃいましょう、もういっちゃいましょう、じゃあ準備入ってください、大丈夫なのかな、出てます、あ OK ですね、はい、はい、出てます、じゃあ間もなくスタートになりますね、さあちょっと待ってさ、ね、今ねリセットしてますからね、これね本当面白いですから20秒超えてみてください、その後5分ぐらいフラフラしますからね、本当にすごいですよ、さあではきついですよね、プロの選手も僕なんかもう5分ぐらい喋れなかったですから、この後さあでは行きましょう、さあスタートしますよ、3、2、1スタート、さあうわ1000ワット、1184、でもちょっと右寄ってるぞ、右寄りすぎだ、あ一気に下がった、358、733、さあワット数かなりかけてます、さあもう1万点を超えてる、1万、すごい、1万2000、1万3000、1万4872、拍手、これは超えられない記録作っちゃったんじゃないですか、もうほとんどダブルスコアじゃないですか、だって1万4872、内間選手の勝ち、いやでも駆け出しすごいで1000ワット超えましたからね、ちょっと福島、はい、どういうことですかこれ、いやこれで心置きなく引退できますねいやこれはすごい、ちょっと今までのね午前中とかのこう反省を踏まえていろいろちょっとやり方が変えたかもしれないですけど、スタートダッシュがすごかった、マジで軽いから大丈夫、一気にどうですか、これはすごいね、これね
実感ないでしょ、どんだけすごいのかとか。もうあとは本当にやってみてください。ちなみに私はズブの素人ですけど、まあ、自転車多少は乗ってますけど7700だったんですけど、まあ、あのその辺は皆さん気楽に超えてこれるんじゃないかと思いますが、あのコツはあの重めのギアでぐん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 回すってことだと思うんで、ワット数上げれば得点上がりますからね。え内間選手1万4000ですよ。あ、繋がってるんだ、ごめんなさいね。はい、繋がった。はい、そうですね、本当にもうこの20秒って数字が本当に嫌な数字で、全開でいけるんですよ、行った後がもうその本当もうこんなきつい息切れが止まらない状態なんですけど、すごい楽しんで皆さんぜひやってみてください。楽しい、チャレンジを、はい、これでも歴代最高だと思いますね。昨日一番最高1万2000だったんで。そうですね、昨日まあ僕が作った記録、まあ、あの一番で痛かったんですけど、すぐ一般の方に抜かれたんで。そうなんですよ、もう今日は、抜かれない記録を作ろうと思って。いや、すごい、これちょっと目指してくださいね。内間チャレンジ14872。いや素晴らしい。まあこれを今ゲームで遊んでみましたけども、こういう感じでワット数も左右のバランスを見ることによって、要はこれ何が言いたいかというと、得点が高い走り方ができればこれ理想的な走り方になるっていう、福島さん、そういうことですよね。そうですね、やっぱりパワーはすごい大事なんで、やっぱりその日本人の選手に足りてないのがパワーなんですよね、そういうところでやっぱこういうところ数値を上げていくっていうのは基本的に、でなおかつパワーを出した時にバランスが崩れるような走りじゃなくて、そうですね、それでも真ん中がきちっとこう、バランスよく走れるということを目指していくと、まあこのゲームの得点が高い走りを目指せば、必然的にこれ内間さんやっぱりいい走りになっていくわけですね。そうですね、もう本当にあのトレーニングのツールとしては本当すごくいいと思います、なので、まあ、こういった遊び方もできますけどあまりこれ内間選手をこれ以上喋らせるとかわいそうなんですけど、こういった形で楽しめますのでぜひ、まあ、ベクターはもうすぐ発売になります、で 510J はですねもう ありますので、ぜひあのまとめてですね、手に入れていただいて、そして、まあ、日頃のですねあのサイクルライフをより楽しんでいただけるように、と思って、ヨネットガーミンもね、提供しておりますので、ぜひサイクルライフが楽しくなるようにですね、検討していただければなというふうに思っております。はい、ということでそろそろお別れの時間かな、ね、そんな感じなんですけど、最後にね一言ずついただいて、お別れしたいと思いますが、まずは大西メカニックからあの、はい、ぜひ、この510J そしてベクターも含め、さらにあのご自身のことも含めてご挨拶いただければと思います。はい、メカニックはですねやっぱ経験がものを言う世界になってきますので、長く続ければ続けるほど、みんなに伝われるメカニックになれるのかなと思っております。はい、はい、来年もそうですね、引き続きこのメカニックの仕事を一生懸命やっていこうと思っております。はい、ね、そして内間選手、はい、大丈夫？大丈夫です。はい、そうですね、まあ、僕らはチーム日本はいつもこのガーミンのサイクルコンピューターに支えて、もういつもレースもトレーニングも楽しく、まあ、仕事もしっかりこなせているので皆さんぜひよろしくお願いします。そして まあ、また来年は僕も勝てるような選手になりたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。はい、いやもうこの数値を見たらなんか来年は期待できますね。はい、もう頑張ります。はい、そして、まあ、今シーズン限りの引退を決めまして、これがラストシーズンということになりましたけども、はい、福島新選手からも今日集まり皆さんに一言。はい、そうですね、今日はあまりの悔しさにもうちょっと引退するのを撤回しようかなと思うんですけどそうでしょ、まあ、ここはい、まあ、でもですね、まあ、今後のですね、まあ、日本のね、まあ、後編のようなね若い選手がどんどんですね世界に出ていけるように、まあ、自分もそれを支えていけるようにね、でまたデータのね、やっぱそういうデータ的なトレーニングすごい大事なんで、それをまあこっちのガーミンとうまい具合に運ガーミンを使いながらやっていきたいと思います。またこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでこの後はですね、福島選手と内間選手のサイン会を、こちらで行いますので、はい、チームニッポンのねポストカードにサインをしていただけるということですね。ご希望の方はこちらにこの後お並びいただいて、貴重な、このチャンスになりますので、どうぞ、お並びいただいてですねゲットしていただいて、さらにもちろん内間航平選手そして大西メカニック、どうもありがとうございました。ありがとうございました。サイン会の方今しばらくお待ちいただきたいと思います。そして、司会はサッシャでした。明日もありますのでどうぞ